の祭壇？剣心さんたちはまだついてないみたいね。すごい正気だ。これで眠っている状態とは、魔王とは、蘇ったらどれほどの力を持つのだ。少なくともここには住みたくないわね。体の部品が正気で錆びちゃう。信長様、先についていらしたんですね。遅いぞイオ、それに紬たちを。待ちくたびれたわ。やっ、ごめんなさい。あの、信長さん、魔王はどこ？眠っているうちに倒しちゃいたいんだけど、どうしたらいいの？その祭壇に祀られているのが魔王だ。今はなんとか俺の熱盛で魔王を抑え込んでおる。人間50年。あの踊り、そんな力があるのかな？これが魔王なのか。っていうか、魔王ってこんなに大きいの？これじゃあ首を落とすのも一苦労。って首取れてるじゃん。刀でギコギコやらずに済みそうなのは良かったけど。何なのだこれは。これではまるで魂のないムクロではないか。小耳ちゃん、どうしたの？あ、いや、なんでもない。紬の言う通り、あの大きさでは首を落とすのは難しそうだ。どうするのだ織田信長。見ていろ。見てるだけでいいの？そうだ。お前たちはただそこで見ていればいい。三度目は言わせるな。大丈夫、信長さんの言う通りにしましょう。きっと信長さんが魔王をどうにかしてくれるんだよ。でもなんだかいつもの信長様じゃないみたいで、私なんだか怖いです。信長さんのこと信じてるんでしょ？だったらきちんと見届けなくちゃ。はい。では始めるぞ。またあの踊りやるんだ。人間50年。雰囲気が変わったわね。迫力があるっていうか。下天の内をくらぶれば。信長め、ただのムクロに何をしようというのだ。これで魔王を倒せるのですね。信長様が望んだ戦のない世の中に。夢幻のごとくなり。なんか急にゾクッときたんだけど。そうか、ずっと聞こえていたのはウヌの声だったのか。俺の心に語りかけていたのは魔王よ、お前だったんだね。信長様、誰と話してらっしゃるのですか？お前には聞こえないのか、イオ。だってここには私たちと信長様しかいません。他には誰も。おるではないか。魂を失ってさえ地の底から響く悲しい声の虫が。そうか、悲しいのだな。俺にはわかるぞ。
ウヌの絶望が俺には聞こえるぞ。ウヌの鳴き声か。なんだこの振動は。魔王が信長の声に呼応しているのか。ダメです、信長様。魔王と話してはいけません。それは分かり合えるようなものでは。お前には、いや、お前たちには分かるまい。だが魔王が垂れ流す慟哭が俺の胸に響いてやまぬ。まさか魔王を蘇らせる気じゃ。信長様は魔王を、いえ、魔王の力を手に入れようとした明智様を討ってくださるのではなかったのですか。光秀は見つからなかった。もしかしたら最初から魔王の祭壇などを目指していなかったのか。どういうことですか。約束は守ろう。お前に見せられなかったのは残念だが。信長様は何を言っておられるのですか。私には分かりません。きっと死ぬまで分からぬだろう。それならば、いっそのこと。信長さん、何をする気。信長様、どうして。今までご苦労だった。今まで、どういう意味ですか。やり方を変える。お前には耐えられないだろう。いや、俺はお前に悲しい思いをさせたくない。これは慈悲だ。信長さんから引き離して。任せて。それ。信長様。素早いな。伊予を殺し損ねてしまった。今何をしようとしたの。答えて、信長さん。説明されねば理解できぬほど察しが悪いわけではある。なんで。どうして。いくらなんでもこんなのひどいよ。伊予ちゃんは信長さんのこと信じてたのに。私だって。知ったことではない。お前たちが勝手に信じたんだ。いや、信じたかっただけだろう。私のことはどうでもいい。でも伊予ちゃんを裏切ったことだけは許せない。この子はあなたに命じられて、あなたを信じてここまで来たのに。紬お姉様。俺は言ったはずだ。正しいと思うのなら使命を受け入れる。選んだのは伊予自身。伊予ちゃんはあなたの野望のために使命を受け入れたのよ。そう責めんな。俺も光秀を殺し、その後魔王を滅するつもりで乗り込んできたんだ。だがここへ来て魔王を見て気が変わった。気が変わった。どうして。わからんのか。素晴らしいではないか。力の前にはどんな名刀も百丁の種ヶ島も及びはしない。光秀めにはもったいないというもの。なら俺が使ってやろう。俺は魔王となって地の果てまで、文字通り天下のすべてを手に入れる。ワクワクするではないか。
嘘よ。あなたはそんな人じゃない。知ったふうの口を聞く。小娘ごとき何がわかるものか。一体俺の何を知っているというのだ。信長さんがどうして戦を続けるのか聞いたわ。この世から戦をなくそうとしている人が魔王の力に目がくらんだ。そんなわけない。よから聞いたか。魔王の力でそんなことしたら歴史が変わっちゃうのよ。分かってるでしょ。文句があるのなら俺を止めてみせろ。やり方は分かってるな。やり方って、そんなの嫌だよ。紬ちゃん、気をしっかり持ちなさい。信じたくないだろうけど、現実を見なくちゃダメ。刀を抜くのだ、紬。戦いたくないから戦わないなどという理屈は、あの男には通じんぞ。戦国時代だからって言うんでしょ。でも、そんなのって、そんなのって。信長様、本気なのですか。魔王の力というのは、私たちを裏切ってまで手に入れなければならないのですか。くどい。俺は魔王になる。いや、ならねばならんのだ。そんなこと、歴史が許さない。歴史がどうなるかなぞ、それこそ知ったことではないな。クソくらいだ。あなたって人はどこまで。魔王は目覚め、亡者どもは仕えるべき主を思い出すか。是非もなし。紬よ、刀を抜け。こんなにたくさん敵が。生き残るために刀を抜け、紬。新たな魔王の道を阻む覚悟があるならば、今ここで俺に示してみろ。うわどうぞ。
我が野望の前に立つ者は全て切り捨てた。時は満ち、進化の裏切りが脅かれ、メイドに落ち、完全に無数の亡者と魔族の魔王が猿と貴重が効いた。さぞ驚く。鋼さん、雷神射出。小耳ちゃん、衝突シュートキット、ヤゴン、どうだ、それ、と、ヤゴン、ここだ、それ、と、ヤゴン、どうだ、それ、と、ヤゴン、それ、くえ、と、ヤゴン、ここだ、それ、と、ヤゴン、それ、イオちゃん、ツバメと。ヤゴン、どうだ、それ、と、ヤ、と、ヤゴン、ここだ、ハガネさん、しびれなさい、と、ヤゴン、どうだ、それ、イオちゃん、いけ、と、ヤゴン、コミミちゃん、ヤゴン、ここだ、それ、と、ヤゴン、どうだ、それ、それ、と、ヤゴン、くっね、と、ヤゴン、それ、イオちゃん、ツバメ花火、と、ヤゴン、ここだ、それ、雷剣射出、と、ヤゴン、どうだ、それ、イオちゃん、いけ、と、ヤゴン、ここだ、と、ヤゴン、どうだ、と、ヤゴン、ここだ、と、ヤゴン、それ、と、ヤゴン、どうだ、これが加減神天流の剣術よ。私のからくりってこの程度だったのかしら。強くなったな、褒めてやろう。だが、そこまでだったな。信長さん、やめて、やめなさい。これは返しておく。俺にはもう必要なくなった。これは私の教科書？なくしたと思ってたのに、どうして信長さんが持ってるの？紬よ、お前は知っていたのか。今日本能寺で何が起きるはずだったのか。知らない。何の話をしているの？そうか、知らなかったのか。今日光秀が起こした謀反によって殺されるはずだったんだ。ここ本能寺で死ぬはずだった。どうして？光秀さんはあなたに勝てないから魔王の力を手に入れようとしたんでしょ。だったら信長さんが死ぬわけないじゃない。その教科書とやらに書いてあったぞ。天正十年6月2日、本能寺にて織田信長シスト。それが本来の歴史らしい。そんな、そんなのって、た
から魔王になろうと思ったの？自分が死ぬ運命から逃れるために？言い訳はせぬ。信長さん、織田信長、やめなさい！魔王になってどうするつもり？それを話してどうなる。俺はもう後には引けんのだ。そのために人の心を切って捨てた。本来の歴史などというくだらんものを叩き潰し、前へと進もう。そして俺が通った跡が新しい歴史になる。魔王になって最初に私を殺すの？つまらんことを言うな。これでも俺は紡ぎ、お前のことを認めているんだぞ。お前はよくやった。ただ果たせなかっただけだ。殺しはしない。もはやその価値もない。私の話を聞きなさい、織田信長。そうだ、本能寺へ行かなくては。まずは俺を殺そうとした光秀に俺が魔王になったことを知らせてやろう。それを新しい歴史の始まりにしようではないか。お前を殺すよりよほど楽しそうだ。そんなことさせない！させない？どうやって？立っているのもやっとなのに。私の体しっかりしなさい。ここで信長さんを止めなきゃ何のための調律の巫女よ。お前はここでじっくり眺めていろ。そうすることがお前にとって死ぬより辛いはずだ。らしくなってきた。頃合いか。どうしてこんなことをなさるんですか？どうして？魔王の力を知ればそのようなくだらんことを問う気も失せる。しかしそれをお前に理解してくれなどとは言わん。理解できるとも思わん。なんだ、言ってみろ。あの時、お祭りの夜、信長様はおっしゃられました。戦のない世の中を実現するために天下を手に入れるんだって。それが自分の歩む波動なんだって。その信長様の野望のために私に生きろって。あの時のお言葉は嘘だったのですか？どうか思い出してください、信長様。こんなことになるならどうして私を拾われたのですか？私は何のために今日まで生きてきたのですか？教えてください、信長様。知れたことよ。いや、お前は俺が魔王となるのを見届けるために今日まで生きてきたんだ。そんなのって。もう話すこともない。思い出はこの古い歴史ごと捨てていく。お前たちはただ絶望に打ちひしがれている。魔王よ、我が魂をくれてやる。代わりにお前の力を俺によこせ。歴史を、運命を変える力を。くー
これが魔王。勝てるとか勝てないってレベルじゃないよ。こんなのとどうやって戦うの？お前たちの恐怖が伝わってくるさ。信長様が魔王になってしまわれた。俺はもう人ではなくなったんだ。憧れの目で俺を見上げることも。だがそれでいいよ。俺は自らそうなることを選んだのだから。目指すは本能寺。まずは光秀の軍勢ごと踏みつぶしてくれよ。血が改変されちゃうんだ。その前に追いついて止めなきゃ。絶対に止めなきゃ。準備を怠らないようにね。よし。